お疲れ様です。今日ですね、こちら超ここで 1.8 ホグやっていきます。さあ、もうスピリットとねロケホーとホグのみの、デッキですね。もうとりあえず全て高回転でなんとかやっていきましょう。でロケホーですね、はい、ロケホー使っていきます。なんかねバランス調整でアーチャーとロケホー強化されて、結構ね俺の中ではロケホーの方が、まあ、流行るというか、すごいね期待をしてたっていうか、まあ押してたですけども、まあ、やっぱ環境的にはね、まあ、圧倒的アーチャーで、ロケホーもなんかいるっちゃいるんですけどね、そんなやっぱアーチャーほど環境の中心ってほどじゃちょっとないので、ちょっとかわいそうっていうのもあり、はい、今日はちょっとロケホーデーで、お前ふざけんなよ文句はあかんやろこのデッキで。おいちょマジだって守れんやん。え、どうするあれ、マジで守れない事件きた。なんかキングギドできんかな。あーなんか、いやでもちょっといい流れか。トリティーニャさんがいるが、これあーキングギドされなかったら左行きたい。お、あートリくん来る。まあ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 許すか。お、え、これ熱い熱い、ガチで熱い。あでも痛い、これマジ LSP、 いや痛すぎる、痛すぎる、痛すぎる。キング起動をちょっとしたいな。相手ロイだからあんま意味ねえけど、気持ち押してる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 ロイシェイこれ止まるか。うわーガチやばい、どういうこと、下がれ下がれ。あ、キング起動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 。うん、溶けるんかい。いらんかったなこのレシピも。ちょっと1コスも大事にしていかんとな。正直ロケホーウッドで守れるそうっちゃ守れそうなんだけど、どうなんや。さあダメージ稼ぎたい、一発、うい、なんならもう一発つけるよこれ。ういやー気合が足りんし、きたージャイアン、このジャイアンマジでやばい、本気でやばい。あ、これホグ行くしかないな、気づいた、うん、まあ行っても止まらんけど、行かなきゃ絶対止まんないんで。いやーそのトリトンやべ、うわーダメージ、いつか来た、残んないか。さあこれ文句やべえ、なんで文句いいんだ。うわーカメッチ、あマジ文句通り、とんぐり、怒ったかな。ロケ砲で稼いで、うわマジで勝てそう、延命しろ延命しろ、男の延命しろ、ロケ砲だけはこいつ一番大事。さトリトン端前、いやこれかぶって、きた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 、モンクロイ、モンクロイ、まずは撃破と。さあ、でかいな、これ。よし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 。ロケホーウッドでね。またやっぱホグをね、ガンガン飛ばすの大事っすね。守れないんで。うん、守れねえから、俺のから攻めまくって、相手にね、防衛にコストを使わせまくって、そこはまあロケホーで回収していくっていう、この、神プラン。あとは1コスで一旦削らして。あとキングギドはあんまされたくない。これマジボンバルーンだったら終わるけど、26だったらまだある。ボンバルだったらタスク切っていい、26だったじゃん、ボンバルだったら26とか、お前絶対無理だからこれ。
絶対無理だから豚2体で頑張れ。マジもっと頑張れ。ほぐ折ってくれなよ。終わる。よしよしよし。意外と頑張ったぞ。意外と頑張ったけどか。あ、これマジ無理だな。これ勝てるやつおる？あるん。いやー、まあでも、いちいち交換してた方が多分俺からしたら、守りやすい方だと思うんですよ。さすがに。だから交換したのはいいこと。で、一旦ここでボムタワーを使わして、でも全然使わんやん。マジ？え？なんか、いいんですか？いいんですか？洋次郎も言ってるよ。いいんですか？つって。入らない。わー。ちょっと嫌だよな。あい、これだけで嫌だもん。問題340、これ落とせないパターンあるかな。即読むのやばいすぎるだろ。一発すぎにして。うなんか今固まってるだろ。固まりすぎやろ今。ちょ待って、今疑惑。ちょっと何しようあれ。マジで。いやでもこれアイスのためにちょっと重要だな。いや一本はね落とされると思うんだよな。落とさなきゃダメ。あー、いやでもよ。あー、グッドゲーム来てる。マジで何本。なんもなさすぎてやばい。あ、これマジ無理だな。なんでこんなん来た。無理。さあもう今のはねもう無理。100回やって1000回ぐらい負ける、ガチで無理なやつですね。なので割り切るしかない。さあ、うわー、餌が来た。これ美味しいな。キングギドできそうだな。一回寄せて、二回目寄せて、三回目寄せて、できないと。なんなら入っちゃう。で、うわー、エリピー？これね、右はフェイクの左。この左の豚、コストねえぞ、これ。だいぶ入れ。しかも言うのは、キングギドできます。おいしい。さあ、しかもこれタワー目の前でやればゴーストも完封できる。キングが攻撃してくれる。うわ、問題はこっからや。三子や、三子守るかこれ。いやでもさっきの相手とかを考えれば100倍戦いやすい。よし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 。マジでミラーホグ好きすぎ。いやでもこれでいい、これでいい。やっぱダメージ序盤に勝ち込んで、もう一回キング起動する。する必要ないけど記念にね。よしよし。さあ、これ無視で折れる。いや問題守ればいいだけだよ最後。これこっから守るだけでいい。入れてる。わあ、そんなにマジでずるくない？これ行くかワンチャン。行かないが基地か。あー、危ない危ない危ない。あと問題ゴルナイくんだね。ウッドミラーだいぶ強いんだよな。マジでウッド無限に回すことだっけ頭にいって、止めて、あ、これ余裕で守れるな。え、強すぎ。いや、もう一回守ればいいんで余裕で守れんな。まあキングギドできてんのもでかいっすね。ああ、それちょっとうまいね。んー、なんか避けたし。あ、これガチやばい。あ、やばい。あ、マジゴルナイグダってるけど
耐えてくれ。うわーやばい、それはやばい、マジでいらん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 、ちょっとめんどくなるやん。どういう、もう行ってよさそうだけどな。しっかりケツから来るタイプね。で、ちょっと今のでウッド3回であれはしばける。ちなみにあ、めちゃくちゃいい。一発やってこい、一発でいいぞ。およ終わるんかい勝つんかいっていうね。さあちょっと下ったけど、まあ、やっぱ陸系はねちょっと相性いいな。ちょっとまたゴースト用の系引きたいな。キング軌道序盤にしつつの、あー墓石ロイジャイチエンスケラーラバー、あラバルやない、これいいにとっちゃん。これしかしスケまで添えるのがね大事っすね。よし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 、ね、このアイスピーランかった。しかもロケホーミラーあってロケホー無限に回る、これ神相性か。なんだヤナアメクどうかだ。さあファイボーこうホグ飛ばすプランもあれば守るプランもあるんですよ。あロケホーのエムがそっちじゃねえな。いや守りますこれは。よしよしよし、いや拡散多い方多い多い、いやもう神相性だ。いけ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 いい、このロケ砲が左サイドから真ん中の墓石に打ってくれるとなおいい。おーえ墓石強、え墓石強、ホグミラーはちょっとコストねえな。さあまあラバはねやっぱロケ砲きついんでね。あいでももうおたけび上げてる。よし行っていいな。でちょっと一旦ダメージをね稼いで、これも右サイドはねさすがに守れない。バルーンが来たらそう、あでちょっとミラーロケ砲をしなきゃいけないっていうのが俺のこの敵の使命なので、まあ、こんな感じでね単体バルーン来たらスピリットマジで無限で守りたい。ホグ警戒してるっすね。なんかさあ耐えるよ、これさ壊せるんじゃない。さあダメージ与えてもうここで折っちゃうもんね。で俺はロケホミラー命です、はい、命なので回してあげて回してあげて、さあこれでロケホこれ2箇所に配置しとくと真ん中バルーンが次来て、これこれ。これをさ、1コスで、1コスで縛いてあげて、1コスで縛いてあげて、で、1コス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 、無限1コス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 でバルーン完封。にゃー一発入るが、まあ、でもよ。お前のもめっきりしてる。ロケホ3体いる。よしよしよし。いやー、これよね、結局。これがマジで気持ちいい。高回転のねもう強みが完全に出てるもんね。さあ無限ロケホーナイス、マジ無限にラバ引きてえな。めっちゃおもれ対ラバが。さあベルクーリさん、サッカー選手の名前か全然知らんけど、わーこまして悪夢思い出すってボムバル、おマジでボムバル本気で違った三子か、三子もなんかいるんだよ。あそっちの三子か。いやエリポンある方が嬉しかったな俺は。うんエリポンないとねやっぱずっと安定して出てくるわけじゃないですか。そうなるとね
大ダメージを刺すタイミングがちょっと少ないっていう。まだもうミイラ方がやるけどね。まだ相手からしたらロケホはすごい嫌そう。さあ三振に打つ。マジで天才だあれ。もっと削ってほしかったな。いやー優先順位逆だったかな。さあ問題はこっからっすよね正直。まあ、ロケット石たまるのがねちょっと強い俺は。受けが下手。あとゴルネやばいわ。うわでけえこのダメージ。守れそうっすね正直。ウッドが強すぎて。三種高め低め来たらもう行ってよさそう。これやったかないや一発ずつ決めてくれると最後はロケ砲で。おーいホグ15強いね。さあぶっ刺しの三重種に向かっていく。さあもう一回ラバ来いと思いきや相手のプルフ完全ラバ。これ来たぞ。さあ行ってこい。もう完全ラバ読み。うわーなんかうわーなんかめんどくさそうなん来たな。さあエレジェイかなんだこれは。いやこれ2周目ホグだいぶ熱いぞ。取るね。おない。新エテロウか。このスキルが多分強い。あー微妙か。まあ、だいぶコスト使った。できるだけ共有したい。あやばいやばい待ってハイスピ止まんかったガチやばい。さあ新エテロウだ。うわーこれ相手の呪文が柳雨じゃなきゃ神相性。でも柳雨だったら神相性。ゴールナイ出端出すか。はしまい新鋭隊はしまいログ何でもあるな。うんーなるほどね。まあデモみたいなとこあるな。さあ1コースが優秀。一生下がってもらってよしよしよし。で、まあ、檻をね、置きたいと思うんで、ちょっとギリギリぐらいで。延命？お？いや、この延命熱い。しかも、ウッドでノックバックして、突破して、拡散も入れて、アイスピまで、あ、ノーコン。まあ、禁忌されちゃうが、これ次、ザッピーとかだと思うんで、行きたいっすね。いやー相手の切る位置がうまい。いやーちょっと延命できねえな。さあ結局ねウッドが強いっていうのをね。はい、まあ鬼の過剰防衛スピリット2体。まだウッドこれ何周転がすゲームって感じですね。ダメージ下がったんで4周で届かねえな。届くの？
うん、ちょっとやばいこれ。お？お？怪しい香りがしてるんじゃないの、お兄さん、これ。負けちゃうんじゃない？ね、あ、これやべえ。ガチ走るやつだ。あ、お、お、あぶねえ。あー、これはマジ、強すぎる。いや、マジ削れん。いや、これで入ってくれたら、いや、美味しいよな、グッドゲーム。いや、ロギョウの一発そう考えたらめっちゃ強いな、これ。たくさん入っただけで、220ぐらいあったな。なんならマックス400削るっすね。さあ、というわけで、こちらね、ロケホーホグ。まあ、今期はね、アーチャー強いんですけども、ロケホーもね、だいぶ強いと思ってるので、ちょっと皆さんもぜひね、アーチャー使ってる方もロケホーね、触ってみてください。では、お疲れ様でした。またね。